どうも、ハイチです。ちょっと緊急で撮ってるんでね、もしかしたらテロップとか全く編集してない状態になってるかもしれないんですけど、さっき Yahoo をね、見てるときに、エナジードリンクに関する、記事があって、で、それを読んだときに、自分の経験含めてちょっと伝えておきたいなと、特に今学生がね、たくさん見てくれてるチャンネルなので、と思って、話します。まあ、今で言うんだったら、レッドブルとか、モンスターとかがみんなって身近だと思うんですけど、まあその辺の商品についてちょっとね、経験談を話しますので、よかったらね、お付き合いください。で、実際ね、何かっていうと、あんま長くダラダラ話してもしゃあないんであれなんですけど、もともとですね、昔自分はその、まあ栄養ドリンクって言っちゃおうかな。エナジードリンク、まあいいか。栄養ドリンクをすごい飲んでた時期があります。で、いつかっていうと、学生の時もね、ちょこっと飲んでたんですけど、まあ、親が、一本は飲んじゃダメだよっていうのをすごく言って、例えばリポビタンDとか昔だったら、まあ今もあるけどね、言ってて、うちの親は。で、子供の時は半分、その一本の半分までしか飲んじゃダメだよみたいなのをすごく言われてたの。で、しかも頻繁に飲ませてくれなかったから、だからまあそれを今思えば、今から喋るそういった理由だったんだろうなっていうのは、ね、なんとなく想像つくんですけど、こう、一番飲んでたのはね、営業マンやってた時です。自分は塾講師の前に営業マンをちょっとやってた時があるんですけど、で、その時はですね、一日、まぁ、ちょっと、今から話すのは全部ネガティブエピソードなので、商品名ちょっと隠しますけど、そこは。2本3本とか、普通に飲んでました。絶対真似しちゃダメだよ。絶対ダメだよ、本当に。してたの。で、なんでかっていうと、その営業マンは、まぁ、みんなの家にこうやってピンポンって押す仕事をしてて、まぁ、当然怒られる。まぁ、無視されるがよ、まぁ、無視されればいい方ですけど、だいたい、何みたいな。怒られたりとか、あとは、ピンポンって押しただけなんだけど、警察呼ぶぞてめえみたいな。ね、怒られたりとか、そういうのはザラな仕事をしてたのね。嫌じゃん、ピンポンって。俺も嫌だけど、来れると。営業来るとさ。で、してて。で、それが終わって、会社に帰って反省して練習してっていうのを、まあ、社会人1年目だったから、当然ね、やってて。で、まあ、睡眠時間2、3時間みたいな生活を送ってたんです。でも、自分も修行だと思ってたから、そこに別になんか文句があるとかはなかったんだけど、とにかく一生懸命やるには体力が必要で、で、もう毎日勝負勝負って思ってたから、すごい飲んでたの。そういう商品をね、あるものを。で、確かに飲むと、元気になるんだわ、その時。テンション上がるし、例えばすげえ仕事で疲れて家帰って残った仕事やんなきゃ、眠いと思ったんだけど、飲んでみると、やべ、ちょっといけるかも、朝まで、みたいな。ってなるんですよ。なるんですけど、それがある程度続いた時に、突然ね、体がだるくなって動かなくなったんだよね、俺。うん。で、まあ、取りすぎたと、それをね。まあ、もちろんカフェイン中毒までは行ってなかったと思うんだけど、そう、取りすぎてて、あとね、吐き気とかが止まらなくなったりとか、してきたのね。で、後々振り返った時に思うと、飲むじゃん。テンション上がるんだけど、その、例えばその効果が切れるかわからないけど、数時間経った時に、すごいズーンって落ちるんだよね。結構さ、今の子たちの中でも、例えばまあレッドブルとかモンスターとかすごい身近だと思うんだよね。で、身近に飲んでる方とかの理由の中には、例えば眠気が覚めるとか、頭がスッキリするっていうんで、勉強するためにね、っていう方もいらっしゃるし、でもね、よく聞くのは、不安を消すためにっていう方は結構いるのね。やっぱカフェインの効果とか、でもカフェインだけだったらさ、コーヒーとあんま変わらないんだよね。そういう商品の方が、コーヒーよりカフェイン含有量少なかったりするんだけど、でもやっぱそういうものの効果で、テンションが上がるからね、不安がちょっと一瞬パッて消える感覚になるんだよね。それはわかる。わかる。すげえわかるんだけど。でも、それはずっと続くわけじゃないし、一瞬まやかしてるだけだから、ごまかしてるだけだからさ、もちろん帰ってくるじゃん、その不安っていうのは。で、帰ってきた時のダメージが大きいんだよね。そう、一回こう、まあ、ごまかすって言い方悪いけど、不安をごまかした後に戻ってくるから、現実を突きつけられるから、そうすると、さらにガンってなるから、また飲みたくなるんだよね。消したくなるっていう風になる。そういうために飲んでる方も結構多いの。実際話を聞いてると。でもさっきも言ったように、そういう商品、自分もレッドブル好きだけどね。まあ今半年間ちょっともう飲まないで立ってるから、飲んでないけど、好きだから、その商品が悪いとは思わない、個人的には。美味しいし。美味しいし、いざって時には、いいアイテムだと思ってる。私テンション上がるしね。そう。でも、こう、
飲みすぎてしまったりとか、そのな、ちゃんとした、摂取量を守らないと、しっぺ返しを食らうよっていう。そう。だからそれを覚えておいてほしい。で、あとは、その、さっきも言ったように、コーヒーのがね、含有量は多いんだ。カフェインとかの。多いんだけど、なんで、その、なんだ、レッドブルとか、そっちの商品にね、こう、気をつけてって言うかっていうと、学生のみんなコーヒー飲まないじゃん、ほとんど。缶コーヒーなかなか飲まないでしょ。カフェ行ってもさ、コーヒーってあんま飲まないと思うんだわ。そう。でも、レッドブルってか、美味しいんだよね。そう、普通に、ジュースとして、炭酸飲料として飲めるもん、あれは。ただ、値段が高いけど、多少ね。高いけど。で、やっぱり、こう話を、メールとかで話を聞いていく中で、なんで飲むようになったのって聞くと、先輩に勧められたみたいな。そう。先輩が飲むと、頭すっきりして勉強はかどるよ、みたいな。で、自分もやってみたら、本当にそうだったから、なんか定期的に飲むようになりました、みたいな方がいたりとか、するんだけど、あのね、これは、まあ、自分がレッドブルを今半年間やめてる理由の一個でもあるんだけど、もともと、二日に一本飲んでた。基本的には。二日に一本で決めてたから、そう飲んでて。でも、飲んでテンション上がるんだわ。元気出るんだよ、確かに。なるなるなる、なるんだけど、その、飲んだ状態が自分のノーマル、普通になってることに気づいたの。それって違うと思うんだよ、俺は。みんなもそれをね、ちょっと思ってほしくって。いい。飲んだ時は、プラスアルファの元気をもらってるの。それはノーマルじゃないの。アイテムを使ってるから。でも、その、レッドブルとか、その商品を、が、飲んだ時が自分のテンションのノーマルになっちゃうと、なくなった時にズンって落ちちゃうからさ、ここに戻すために飲まなきゃいけなくなるんだよ。じゃなくって、ない状態でも、まあ、元気に生活するって言ったらなんか安い言葉になっちゃうけど、で、あってほしい。で、なんか、勝負の時とか、もう今日はちょっと飲まなきゃマジみたいな。ね、いざっていう時に、たまに飲むみたいな、飲むんだったら。っていう風にしてほしいの。ノーマルをね、履き違えてほしくなくって。そう。っていうのを思ったの。で、自分は、その、飲んだ状態がノーマルで仕事をしてる、YouTube で撮影をしてる自分に気づいて、それは違うって思ったのね。俺の中で、俺の中のルール、それは。そう。でも飲みたくなるんだよ、今でも。なるよ。なるけど。でも、ひとまずは、ちょっと経とうと。一応3ヶ月やめようって決めて、なんかずるずる半年間飲まないでいるんだけど。そう。っていう風に思っているので、ひとまず飲む、含有量とか、その、なんか摂取する量にちょっと気をつけてほしい。で、YouTuber さんさ、結構飲むんだよ、レッドブル。動画で飲んでる方もいらっしゃるし、動画で写ってる部屋に置いてあったりとか、Twitter で上げてる写真に写ってたりするんだよね。レッドブルすごい見る、俺の印象。モンスターとかレッドブル。だから、その、例えば、ね、大好きな YouTuber のあの人が飲んでる、私も飲もう、みたいな。ふうに思う子もいると思うんだよね。で、俺は、その感情は普通だと思うの。俺も多分思うと思うもん。多分好きな YouTuber さん飲んでたらさ、やべ、同じの飲みたいみたいな。思うかもしんないけど、まず、子供と大人は体の体格が違うので、取っていい量が違うから、同じように飲んでしまったら、子供の方に悪影響が先に出ちゃうんだよ。みんなの方にね。だからそこも分かっててほしいし、値段が高いから、たまにね、値段が高いからいいものしか入ってないっていう子もいるんだけど、そんなこと絶対ないから。マイナス面も必ずあるので、そこも把握して、そういう商品と付き合ってほしい。っていうのをどうしても伝えたくって、自分がね、もうあの時ちょっと地獄みたいな体になってたから、もう地獄の体っておかしいな。もう吐き気も頭痛もひどくて、ほんとしんどかったんだよね。そう。で、しかもやめれないんだよ。あまりにも取りすぎてて、俺。もうないとね、イライラするの、それがないと。そう、っていう時があったから、そう、ぜひね、ちょっと気をつけるというか、気にかけてほしいなと思います。はい。という感じで、全くその商品を飲んでなかったりとか、興味ない方はね、はって思ったと思うんですけど、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、ほんとね、頭の片隅でも構わないんで、覚えておいていただけたらと思います。